マスク着用が個人判断となり、お出かけもしやすくなりましたね。これまで遠出を戸惑っていた人も、旅行の計画を立てやすくなりました。家族や友人との旅行はとても楽しいですが、一人旅にはまた違う楽しみがあるようですね。しかし、行き先が海外となると、一人旅に不安はつきものです。まして女性の海外一人旅には、尻込みしがちですよね。今回は日本なら大丈夫と言われ、一人で日本へやってきたカナダ人女性のエピソードをご紹介します。外国人女性から見た日本は一体どのように映ったのでしょう。それではご覧ください。ありえないの連続、それが日本。私はエイラ。カナダに住んでいるの。地元の大学を卒業して、今はアパレル系の会社で働いているわ。仕事にもやりがいを感じているし、毎日充実した日々を送っている。地元に残っている友人たちと定期的に集まって、ご飯を食べに行ったり、飲みに行ったりしているんだけど、その中に旅行好きな人がいるのよ。マークって言うんだけど、とにかく一人であちこちふらふら旅行してるの。行きたいと思ったら我慢できないんでしょうね。ちょっと会わない間によく外国へ行ってたりするのよ。さすがに紛争のあるところへは行っていないようだけど。それでいつもの仲間たちと集まった時、マークが今度日本へ行くことにしたんだって言ってね。日本行きを決めたきっかけは、 YouTube で見た日本の景色があまりにも美しかったことなんですって。それで日本に興味を持って、どんな国なのか自分なりに調べて、見どころ満載と思われる日本にどうしても行きたくなったっていうのよ。仲間の一人に日本のアニメが大好きな子がいて、その時は二人で大いに盛り上がっていたわ。この時は言わなかったけど、実は私も日本のアニメが大好きなの。みんなには内緒にしているから、その話題に入れなかったのは残念。というか、どうしてそのタイミングでカミングアウトして話の輪に入らなかったのか、今でも後悔してるのよね。でも日本の話は聞きたい。それでマークが帰国したら、またみんなで集まって日本の話を聞こうっていうことになったの。しばらくしてマークは日本から帰国し、みんなで集まることになった。そこでマークは、いかに日本が魅力にあふれているか、景色も人も食べ物も全てが素晴らしかったと興奮しながら話してくれた。そして一人旅だったからこそ、誰にも気を使わず自分のペースで自分の行きたいところにだけ行けたことも。私は近場なら一人旅したこともあったけれど、遠くへは一人旅したことがない。一人旅には自由があるけれど、その分危険もある。女性の一人旅ってそういうものよね。でも私は気づかないうちに、いいな、私も行ってみたいなってつぶやいていたようなの。無意識って怖いわね。聞き逃さなかったマークは、エイラも行ってくればいいじゃないか。きっと日本が大好きになって帰ってくることになるよって言ってきた。その場はお茶を濁して曖昧な返事をしてお開きになったんだけど、どうしてももっと日本の話が聞きたかった私は、後日マークを呼び出したの。私が日本に興味を持っていることを悟ったマークは、日本っていう国はね、とても治安がいいんだよ。僕が日本に滞在している間、夜中一人で歩く女性の姿をどれだけ見たかわからないくらいだからね、っていうの。大げさね、と私は鼻で笑ってしまった。この世にそんな国があるわけないじゃない。本当なんだってば。コンビニは24時間営業しているし、しかも日本にはそのコンビニが至るところにある。女性たちは夜中でも周りを警戒するでもなく歩いているんだ。中にはスマホ見ながら歩いている女性だっているよ。そんなことしたら事件に巻き込まれちゃうじゃない。そうならないのが日本なんだよ。日本の治安の良さは確かに有名な話。銃規制があるし、日本でも犯罪は起きているだろうけど、カナダに比べればかなり少ないだろう。私はマークの話に乗せられ、長期休暇で日本行きを決心したの。マークと別れ、自分なりに日本について調べてみた。
同じアジアなのに中国や韓国とはどこか違った雰囲気。何が違うんだろうと思ったけれど、その時はわからなかったわ。でもいざ思い切って日本へ来てみると、それがどういった違和感だったのかわかった。日本は落ち着いた国なの。そしてどこへ行っても綺麗。美しさだけでなく清潔。簡単に言うとごちゃごちゃしていないのよ。どんなに人が多くて混んだ場所であっても、人にぶつかることなく魔法のようにすり抜けていくの。最初にそのことに気づいたのは、大きな交差点を渡った時だった。横断歩道が青になった途端、四方八方から大きな人波が押し寄せてきたわ。それなのに、すれ違う人たちはぶつかることもなく、見事に向こう側へ渡っていく。信じられない光景に唖然とした私は、また横断歩道が青になるのを待って、日本人たちの華麗な足さばきに見とれたくらいなのよ。バカ騒ぎしている若者もいなければ、大声で話す人もいない。友人同士、恋人同士、話しながら歩いている人はたくさんいるのに、その誰もが隣を歩く人にだけ聞こえる程度のボリュームで喋っているから、全然うるさくないの。ものすごく不思議な感じだったわ。一週間の日本滞在期間中、いろいろな観光地へ行ったの。京都はとても魅力的ね。私が好きなアニメにも京都の風景があったけれど、アニメで見たそのままの景色が広がっていた。私は歴史的建造物を見て歩くのが好きだから、京都には最も長く滞在したのよ。鎌倉にも行ったわ。ある神社でとても素敵なことに遭遇したの。インターネットで見たことのある白むく姿の花嫁よ。参道を歩くカップルにたまたま居合わせた観光客から盛大な拍手が送られて、私も一人ではしゃいでしまったわ。ほんと一人だから自由にあちこち行けるし、お土産選びに時間をかけても誰にも文句を言われない。みんなももっと一人旅をするといいわ。そして日本滞在も残りわずかとなったところで、例の検証をすることにした。そう、夜道の一人歩きよ。いつ試そうかと思いながらも、なかなか決心がつかなかったの。でもさすがに帰国の日が近づくにつれ、気持ちも固まったのよ。試すのは、ホテルからコンビニまでの道。歩いて10分はかからないくらいかな。昼間に下調べしておいたから道に迷うこともない。コンビニまで行って部屋で食べる夕食と飲み物を買って帰ってくるミッションよ。マークにこれから例の検証をしに行ってくるわとメッセージを送ると、すぐに大丈夫だよ、驚くほどあっさり検証は終わってしまうからと返事が来た。もしいつまでも私から次のメッセージが送られてこなかったら、私が犯罪に巻き込まれているかもしれないって、大使館にも連絡してね、と私は本気で伝えたの。でもマークは笑いながら、平気平気と言うだけ。そうだった。マークは何でも気楽に考えるタイプだったわ。これじゃあ、なかなか私からメッセージが送られてこなくても、平気平気とか言って放っておかれそう。ちょっと不安になったわね。フロントにキーを預け、いざ勝負よ。もし今しようとしていることをカナダでやったら、自ら犯罪に巻き込まれに行くようなもの。そもそもこんな時間になってから一人で外に出ようとは誰も思わないけどね。女性だけじゃないわ。男性だって夜中に一人で歩くことなんてしない。なのに今私は初めて訪れた日本でやろうとしている。我ながらなんでこんなことになったんだろうとちょっと後悔していたの。でもここまで来て検証せずに帰るわけにはいかない。足取りは重かったけれど、思い切ってコンビニへの道を歩き出したわ。でも歩き出してすぐに思ったの。まず明るいの。立ち並ぶお店の照明だけじゃない、街灯よ。
等間隔に設置されている街灯はとても明るく、昼と大差がない。そして周りを見ると確かに一人で歩いている人が多い。不安そうに周囲を警戒しながら歩く人なんて一人もいなかったわ。みんな安心しきった様子で歩いているの。その光景にも驚かされたわね。楽しそうに腕を組んで歩くカップルや、仕事帰りのような中年男性、とても短いスカートを履いた女性の二人連れ、誰一人不安な顔はしていなかった。きっと日本ではこれが当たり前の光景なんだろう。でも私にはこの空間が現実のものとは思えなかったの。こんなに治安のいい国があるとは思っていなかったし、こんな夜遅くに多くの人が歩いていることも考えられなかったから。中にはイヤホンで音楽を聴きながら歩いている人もいる。カナダでそんなことをしたら、あっという間に何らかの被害者になってしまうわ。こうして私に課せられたミッションは何のトラブルもなく終了した。ホテルの部屋に戻り、コンビニで買ってきたおにぎりを食べながらマークにメッセージを送った。今戻ってきたわ。治安がいいって話は本当だったのね。おかえり、僕の話を信用してなかったのかい？大丈夫だって言ったじゃないか。信用していなかったわけではないけど、でもここまでとは思わなかったのよ。そう、日本の治安の良さは私の想像をはるかに超えていたの。日本が安全で治安がいいとは聞いていても、夜はそこそこ危険だと思っていたんだもの。それなのに、細い路地にまで街灯が設置されているし、いろんなところに防犯カメラも設置されているし、不安材料がなかったのよね。やっぱり銃を持たない国は根本的に安全に対する考え方が違うんじゃないかしら。銃が認められている国は自分を守るために銃を持つ。でも銃があるから犯罪につながる。何かあったら銃でという考えがあるからよね。だから意図しない不幸な事件も起きてしまう。銃がなければ起きなかったであろう事件もね。でも日本では実物の銃なんて見たこともないっていう人がほとんどなんじゃないかしら。だからいきなり命に関わるような事件に巻き込まれるかもしれないっていう危機感を持っていないんだと思う。それって銃が認められていないからよね。何が正解なのかわからないけれど、日本がこれだけ安全で治安がいいことをどこの国もお手本にすべきなんじゃないかしら。もし自分の国もこれくらい治安が良ければ、きっともっと楽しい毎日を送れるはず。夜遅くまで友達と出かけても、帰り道に不安を感じることはないしね。それに、どこの国もこれだけ安全なら、もっともっと一人旅を楽しむことができる。マークのように、思い立ったら即行動ということが、女性の私でもできるかもしれないもの。男性に比べると、女性の方がどうしても身の危険を感じることが多いし、不安が多い。日本人も同じように思っているかもしれないけれど、それでも日本はあらゆる面で恵まれていると思う。私も日本に生まれていれば、この安全な社会を当たり前に感じて生きていたんだろうと思ったわ。マークの口癖に、人生は一度きりなんだから楽しまなきゃっていう言葉があるの。それを聞くたびに、なんて能天気なんだろうって思っていたんだけど、ここまで文化の違いを見せつけられると、自分の知らない世界はたくさんあるんだって思えたし、もっともっと他の国のことを知りたくなった。そう、人生一度きり。行動を起こさなければ何も変わらないのよね。帰国後、いつもの仲間に日本旅行の報告をしたわ。みんなとても心配して待ってくれていたみたい。でも私の話を聞いて、マークは嘘を言っていたわけじゃなかったのね、とか、実際に肌で感じないとわかんないことってあるよね、とか言って、日本に興味を持ったみたいだったわ。もしかしたら
そのうち日本へグループ旅行することになるかもしれないわね。そうなったら夜道歩き体験をしてもらわなくっちゃ。海外の反応。日本は治安が良くて女性でも一人で歩けるって聞いたことがあるよ。わざと大げさに話しているだけだって今まで思っていたけど、本当だったんだね。驚きだよ。日本の治安が羨ましいよ。どれもこれも自国でしたら必ず事件に巻き込まれるに違いない。自国では試すことができないな。日本の治安ってそんなにいいのか。信じられないけど、自国との違いを突きつけられた気がするよ。仕事で日本に行ったことがあるわ。彼女は嘘も言っていなければ話を持っているわけでもない。日本の治安って本当にいいんだから。自国もこうだったなら、もっと自国に誇りを持ってたと思うわね。僕も日本で一人旅をしたことがあるよ。みんな親切で、困っている人を放っておけない国民性だね。安全だし、旅行するなら日本はおすすめできる国だと思うよ。だいたい行ってみたら想像と違うって感じることって多いじゃない？もちろん悪い意味でね。でも日本の場合はいい意味で想像を超えてくれるなんて。私も行ってみたいわ。世界中安全な国なんてないと思っていた。自分の国で自分の身を守るのが最も有効だって思ってきたけれど、どうやらそれは間違いだったようだね。安全に平和に生きたければ日本で暮らせということなんだな。できればそうしたいよ。私、来年結婚するの。それで新婚旅行はどこに行こうか決めかねていたんだけれど、これはもう日本で決まりね。日本が安全だなんて信じてなかったんだ。アジアの他の国に行った時、とても嫌な目にあったからね。日本だけ安全なんてありえないと思っていたんだけど、どうやら僕は日本を見くびっていたようだね。日本の安全、治安の良さを守らなければいけない。外国の方々が口を揃えて言う日本の治安の良さ。残念ながら日本でも残酷な事件は起きていますし、決して手放しで安全を謳い文句にできないことも事実です。しかし、確かに諸外国に比べ街灯の数も多く、安全に対する意識は高いでしょう。日本人は安全だから大丈夫ではなく、安全を守るという意識が高いのかもしれません。例えば、通学路に立ち子どもたちを見守る保護者たち。守られて育った子どもはやがて大人になり、同じように子どもたちを守っていく。日本人は生活の中から安全に対する意識を植え付けられているのです。日本は災害が多く、痛みを知る人が多くいます。だから安全がどれだけ当たり前でないかをよく知っています。日本で起こる災害は海外でも報道され、その度に日本の秩序の良さが語られていますよね。自分がではなくみんながと思える心の強さ、これは日本人として大いに誇れるのではないでしょうか。これからも私たち国民が、そして訪れてくれる外国人の方々が安心して過ごせる国を守っていかなければいけませんね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。桜は日本の国花です。日本を代表する花ということですね。3月の終わりから4月にかけて、日本の桜はほとんどの地域で満開の時期を迎えます。その頃になると、日本人の心は春の陽気とともにウキウキしたものになり、お花見という一大イベントが各地で催されます。今はまだ桜を見て大騒ぎすることはなかなか難しい状況ですが、徐々に以前の光景も見られるようになるのではないでしょうか。日本には各季節ごとに決まった行事があります。
春のお花見、夏の花火とお盆、秋のお月見ともみじ狩り、冬の冬至などです。これらの行事の中で、日本の各地で大盛り上がりするのがお花見です。今回紹介するのは、ある外国人が日本の桜の光景を見て、その美しさに感動したというエピソードです。桜は日本以外の国でも見られるんですよ。世界の桜の名所ランキングによると、1位がアメリカ、ワシントン DC の桜、2位がドイツ、ボンの平野通りの桜、3位がスウェーデン、ストックホルム王立公園の桜、4位がカナダ、バンクーバーの桜、5位がドイツ、ベルリンのベーゼ橋の桜となっています。他にもチェコのプラハやトルコのイスタンブールの桜などが挙げられています。桜は日本固有のものではなく、北半球の温帯地方に広く分布しています。中国や朝鮮半島などのアジア地域に多くの種類の桜が分布しているんです。桜には穀物の神が宿っていると言われ、農業にとっては昔からとても大切なものだったんです。だから各地に田植え桜や種まき桜という木が存在したんですよ。奈良時代では花というと梅のことで、万葉集の花の歌といえば、ほとんどが梅を詠んだものでした。ところが平安時代になると、花というと桜を指すようになったんですね。古今和歌集では花の歌といえば桜が詠まれるようになりました。平安時代から現代まで桜は日本人の生活の中に深く関わるようになったんですね。世界の桜の名所ランキングに挙げられている各地の桜の写真を見ると、どの桜もとても素晴らしいものですが、日本の桜にはやはり及ばないように思います。実際日本の桜は外国人には脅威の目で見られているようです。日本のお花見の様子に感動した外国人記者がその様子を語った記事を紹介しましょう。彼は東京の有名な花見スポットで一日を過ごしたその時の様子に感動したと述べています。その様子とは、満開の桜の木々がまるで天を覆っているようで、その木々から桜の花びらが舞っているもので、その様子を壮麗と表現し、さらに花見に訪れていた見物客の弁当を上品でおしゃれだと表現しているんです。さらにこの記事では、日本を訪れる人間は、日本が持っている細部へのこだわりや、儀式への忠実な態度に度肝を抜かれるはずだと述べています。また日本人の丁寧さや礼儀正しさを見ていると、桜は極めて繊細で、桜との出会いが一期一会であるように、日本の文化との出会いの瞬間もまた二度とは繰り返されない一生に一度の出会いであると感じたと述べ、日本人や日本の文化を絶賛しているんですよ。そして最後に母国に帰っても日本で経験した喜びと心地よさを思い出し、桜を見るたびに立ち止まって美しさと儚さを祝福したい気持ちになると表現して記事を締めています。ではこの記事の記者のように日本の桜に魅せられた外国人のエピソードを紹介しましょう。こんにちは、私はマリアンヌ。ワシントン DC に住んでいるの。現在、ワシントン DC にある通信社で働いているのよ。通信社には毎日いろんな場所から様々なニュースが飛び込んでくるわ。そんなニュースを種類別に整理するのが私の仕事なの。正確さが問われる仕事なので、結構プレッシャーでストレスもたまるのよ。ストレスを解消するために、休みの日は極力仕事のことは忘れて散歩したり、ショッピングに行ったりするの。私の好きな季節は春よ。ワシントン DC は世界でも有名な桜の名所なの。
世界の桜の名所ランキングでも1位にランキングされているわ。ワシントン DC で有名な桜の名所はポトマック河畔の桜並木なの。写真や動画で見たことがあるでしょ。ここには約2000本の桜が植えられているのよ。3月の末から4月の初めにかけてのシーズン中には桜祭りが盛大に開催され、その催しにはアメリカ中から約150万の観光客がやってくるの。そしてこの桜祭りはアメリカと日本の友好の証として開催されていて、パレードが行われたり、桜の女王が選ばれたりするのよ。期間中、日本の屋台が出たり、アーティストもやってきたりするので、日本の雰囲気が味わえるの。だからアメリカにいる日本人もたくさん訪れるのよ。ここにある桜は、日本の明治時代の終わり頃に、日本からプレゼントされたものなんだって。だからアメリカと日本の友好のシンボルとして、100年以上経った今でも多くの人に親しまれているのね。日本からの桜のプレゼントに対して、アメリカは感謝の印として、花水木を日本に送ったのよ。まさにアメリカと日本の親善の交流を示す逸話だわ。日本のおかげで、私たちワシントン DC 市民は、こんなに素晴らしい桜を鑑賞できるってわけね。本当に日本に感謝だわ。このような経緯があって、ワシントン DC にはたくさんの桜の名所があるの。ポトマック川のすぐ近くに入り江があるのね。その入り江をタイダルベイスンって言うんだけれど、ポトマック川沿いの桜のほとんどは、この場所の周りに植えられているのよ。ワシントン DC のシンボル、ワシントンモニュメントの周りにも桜がたくさん植えられているわ。ここではカイトフェスティバルというたこ揚げの催しがあるのよ。また、ポトマック川の川べりに位置するジョージタウンというところにあるダンバートンオークス庭園の桜も鑑賞のスポットになっているのよ。アメリカと日本の友好の証がワシントン DC の桜だって分かって、日本の桜にとても興味を持ったの。日本の桜は世界でも有名なのは知ってるわ。写真や動画で見たけれど、本当に綺麗って思った。日本の桜の風景を最大限に称賛している記事を読んだの。その記事では、日本の桜は極めて繊細で、桜との出会いが一期一会であるって書かれていたわ。それで私、これは何としても一期一会の出会いをしないといけないって思って、思い切って休みを利用して日本に行くことにしたの。3月、4月は通信社は結構忙しいんだけれど、編集長に何とか頼み込んで日本に行くことを了解してもらったの。ただ、日本の桜事情を記事で送るようにって言われたわ。日本のいろいろな場所の桜スポットを写真で見たんだけれど、日本の桜を鑑賞するなら京都かしらって思ったのね。せっかく日本に行くのだから、桜の鑑賞だけではなく日本料理も楽しみたいって思った。京都の湯豆腐というのにとても惹かれたわ。私は思い立ったらすぐに行動するタイプなの。すぐに日本行きの航空券を予約したわ。同僚から日本のお土産を頼まれたの。お土産を買うためのショッピングという楽しみも増えたわ。16時間ほどで関西空港に着いたわ。日本の空港は綺麗で、設備もすごいって聞いていたけれど、その通りだった。お店も多くて、活気にあふれていたわ。お土産もたくさん売っていて、見ているとすぐに買いたくなった。京都へは鉄道で行ったの。日本の鉄道はすべての面で安全で快適だって言われているわ。実際に乗ってみて言われている通りだと思った。京都のホテルにすぐに着いたわ。京都の桜の名所をめぐって写真を撮って感想をワシントンに送ろうって思ったの。ホテルに着いてすぐに出かけようって思ったんだけれど、まず京都の桜の名所をネットで調べてみることにしたわ。
まずは平野神社というのが出てきたわ。ここは桜の種類が京都ではナンバーワンなんだって。約400本、60種類の桜を見ることができるのね。夜も綺麗らしいわ。ここには行かなくちゃと思った。次は哲学の道っていうところ。ここは京都を代表する散歩道なの。琵琶湖疎水に沿った散歩道よ。その道は桜のトンネルになるそうなの。また沿道にはお店があるんだって。ここもチェックね。続いて平安神宮が出てきたわ。平安神宮は京都では清水寺と並んで有名な寺社よ。私も知ってるわ。ここは平安神宮の庭園の深淵の池のほとりに咲いている紅しだれ桜が有名で、見た人の頭上に咲き誇っているのよ。そして池の水面に映る桜がまるで絵のようなんだって。ここにも絶対行かないとって思ったわ。そして清水寺よ。ここは清水の舞台で有名なのね。私も通信社の仕事で清水の舞台から飛び降りるつもりでという言葉を知ったの。清水の舞台から飛び降りるつもりでやった仕事もいくつかあったわ。桜と清水の舞台がライトアップされてとても迫力があるのよ。ここもチェックだわ。あとは醍醐寺や嵐山などが紹介されていた。明日からチェックした名所を回るつもりよ。京都の桜に対して外国人はどんな風に反応しているんだろうって思って調べたわ。京都のいろいろな桜の名所を紹介した動画があったの。桜の情景をうまく撮っていて、どこの桜もすごく綺麗だったわ。桜はいつも美しいよ。大好きでお気に入りの花なんだ。僕たちも桜の木をもっと植えるべきだよ。桜は美しすぎるよ。死ぬ前に一度でいいから桜の木の下で寝てみたいよ。なんて美しいところなんだ。もうすぐここに行けるよ。動画みたいな光景が見られたらいいな。誰か私を日本に連れて行ってくれ。お願いだから。こんな美しい国にいつか行けるといいな。満開の桜がそこら中にあるなんて素晴らしい映像だよ。美しすぎる。音楽も完璧だ。来年日本に行くんだ。とっても楽しみだよ。息を呑むような光景だね。来年実際に桜を見るのが待ち遠しいよ。美しい映像をありがとう。この動画を見ていると、春に京都で過ごした10日間を思い出すな。今までで最高の休暇だったよ。こういう動画大好き。日本に行くのが待ち遠しいな。特に京都に行きたいよ。いい動画だよ。音楽もそうだけれど、映像の撮り方も素晴らしいよ。今はずっと家にこもってる状態だから、日本の様子を感じることができてよかったよ。なんて素晴らしい映像なんだ。とても感動したよ。日本の文化は素晴らしい。まだまだこの動画と動画に映る桜を褒めるコメントがたくさん寄せられていたわ。調べた名所の桜、すべて見てやろうって思ったの。まず最初に挙げられていた平野神社に行ったわ。京都市の少し北の方にあるの。この神社の本殿は平野造りといって重要文化財なのよ。平野神社は桜が神門なんだって。神門というのは神社の紋章のことよ。だから60種、400本もの桜が植えられているのね。咲駆け桜という桜があって、この桜は早咲きなの。この神社は遅咲きの桜まで含めて1ヶ月ぐらい桜が楽しめるのよ。桜は咲いてから散るのが早いのが魅力だって言われてるけど、平野神社の桜は長く楽しめるところが人気なんだって説があるらしいの。でも長く楽しめる方が絶対いいって思ったわ。ここは夜桜も有名なの。夜桜は江戸時代に庶民に開放されてから
平野の夜桜として人気なんだって。次は少し離れていたけれど哲学の道に行ったの。行ってすぐに感動したのはネットでも紹介されていた桜のトンネルだったわ。南側から北側まで約 1.5 キロほどの散歩道なのね。その道の上を桜の枝が覆っているの。写真と動画を撮ってワシントンに送らないとって思ったわ。なぜ哲学の道というのか調べたの。西田喜多郎という哲学者がこの道を歩いて思索を深めたんだって。だから哲学の道っていうのね。京都らしいわ。約 1.5 キロほど続く散歩道の桜には、日本画家の橋本関節という人が京都で恩恵を受けたことに感謝して、その恩返しとして360本の桜をこの道沿いに植樹したものがあるの。だから関節が植樹した桜を関節桜というのよ。ネットにも紹介されていたように、道沿いには桜並木にぴったりのカフェがあったわ。まだ2カ所しか行ってないけれど、私はもうすでに感動しっぱなしよ。今まではワシントンの桜が世界一だと思ってたけれど、日本の桜の光景を実際に見て、やはり日本の方が勝っているかしらって思ってしまったわ。お昼はここから近い南禅寺に行って湯豆腐を食べるって決めていたの。南禅寺の近くには湯豆腐のお店がたくさんあるのね。南禅寺の近くのおすすめの店というのがあったので、そのうちの一軒に入ったの。いつも長い列ができているって書いてあったけれど、今日は順番待ちもなしにすぐに入れたわ。この店は南禅寺湯豆腐の発祥の店なんだって。お店の人もとても親切だったわ。これが日本のおもてなしなんだって思ったの。お豆腐と出汁がよく合ってとても美味しかったわ。南禅寺は水路閣というのも有名なの。アーチの橋の上を水が流れているのね。写真の被写体としては最高の外観よ。ここもしっかり写真に撮ったわ。次は平安神宮の桜よ。ここは神苑という庭園の池のほとりに咲いている紅しだれ桜を見たわ。本当に空を覆うように桜が咲き誇っていた。ここの桜もすごいとしか言えなかったわ。平野神社、哲学の道、平安神宮のそれぞれの桜の光景を見て、私は完全に日本の桜に魅せられていたの。驚きと感動以外の言葉が出てこなかったわ。マリアンヌさんはワシントンの桜が世界一だと思っていましたが、日本の桜の光景を実際に見て、日本の桜の方が素晴らしいと思ったようですね。外国人は京都の桜だけではなく、日本中の桜にも感動するようですよ。日本の桜に対する海外の反応を紹介しましょう。私はこのピンクの桜の品種が大好きよ。これらの木は東京では通常はいつ咲くの？早くも伊豆で河津桜が咲くって聞いたけど、東京はどうなのかな？日本は素晴らしい国です。トルコから愛です。花の咲く素晴らしい木だけではなく、すべての景色が素晴らしいよ。日本ではすべてがとてもきれいに見えるわ。桜は街の通りにとても美しい活気を与えるわ。私はそれらでいっぱいの公園を歩くことが、どれだけ息を飲むことか想像できないわ。いつか花見で日本に行きたいわ。景色だけではなく、文化も大好き。いつか日本に行って、のんびり過ごしたいな。通りの横にピンク色の木が立ち並び、建物が点在して、街に美しい色を添えているよ。本当に美しいよ。私にとって桜が咲くところは世界で最も美しい都市です。私は日本が大好き。日本の桜を絶賛する反応がほとんどですね。日本人の私たちも桜の季節は心がウキウキするものですが、外国人も日本の桜には心が騒ぐようですね。
マリアンヌさん、日本の桜の思い出と通信社の同僚へのお土産と思って、無事にワシントンに帰ってくださいね。皆さんにはどうしてもあの国に住んでみたいと思う国がありますか？働き方が世界的に変わっていく中で、場所に縛られない働き方をしている割合も増加しています。今日本でもにわかに高まり始めている移住ブーム。地方への移住だけでなく、海外への移住を検討している人も増えているとのことです。日本人の海外移住先で最も人気なのは、なんとマレーシアだそうです。工業化を推進したことで、近年急速に経済的に発展を遂げ、アジアの中では GDP の高い国となっています。そして、日本への好感度も非常に高く、あるアンケートでは、回答者 75% が日本を好き、とても好きと回答したとのことです。そして、そんな日本も、ある国際調査によると、海外の人が移住したい国ランキングで第2位となっているとのことです。生活の質や治安の良さ、景色の美しさがその理由として多く挙げられているようです。どうせ移住するなら、お互いに良好な関係にある国に移住したいものですよね。皆さんもそう思いませんか？よかったら意見をコメント欄に書いてみてくださいね。今回は日本への移住を考えているフィンランド人の男性の投稿をご紹介します。最近では豊かな自然だけでなく、最先端を行く教育システムなど、様々な面で注目されている北欧の国フィンランド。そのような国からなぜ彼は日本へと移住しようと悩んでいるのでしょうか。僕の名前はエーミリ。フィンランドに住んでいるんだ。今は28歳で、フィンランドの IT 企業でエンジニアとして働いているんだ。今の仕事はリモートワークが可能だから、どこに住んでいても仕事ができる。だから思い切って憧れの国に移住しようかなって真剣に考えているんだ。勘違いしてほしくないのは、フィンランドが嫌だから出て行きたいってわけじゃないってこと。自分で言うのもなんだけど、フィンランドはとても住みやすい国だよ。雄大な自然に囲まれているし、教育システムだって世界一なんじゃないかって個人的には思っている。仕事だって多くの企業で16時には終わるんだ。その後は友人と遊びに行ったり、家族との時間を過ごしたり、何でも自分の好きなことができる。フィンランドで忘れちゃいけないのがオーロラとコーヒーだね。オーロラは1年のうち100日くらい見ることができるんだ。100日だよ。3日から4日に一度見られるんだ。そしてコーヒーに関してなんだけど、これはフィンランド人が密かに自慢している点で、一人当たりのコーヒー消費量が世界で一番なんだ。だから街中にコーヒーショップが溢れているよ。それにどの店の雰囲気も素敵で、味もとっても美味しいんだ。おそらく一年を通して凍えるような寒いフィンランドの過酷な気候も、コーヒーの消費量が多い理由の一つだろうね。僕がこんなに素晴らしいフィンランドから離れて、一体どこの国に移住しようとしているか、みんなはわかるかな？その答えは日本なんだ。4年前に初めて日本を訪れた時に感じた、天地がひっくり返るような衝撃は、今でも忘れられないよ。それ以来、毎年日本を訪れていて、その度に日本への憧れのような気持ちが強まっていくのを感じてるんだ。フィンランド人の中には、フィンランドのことをヨーロッパの日本っていう人もいるんだ。どちらの国もハイテク産業が国の武器にあるからね。僕の友達でもそういう人たちがいたから、なんとなく日本に興味を持っていたんだけど、日本に行くまではそんなに深い興味というのはなかった。でも日本を訪れたら驚きの連続だったよ。まず何よりトイレが綺麗だよね。どこに行っても清潔で、自動で便座が開くとこまであった。何より無料で使えるのには参ったよ。これこそが社会福祉だよ。それに交通機関の正確性も素晴らしかった。電車はほとんど遅れることがなかったんだ。それに1分でも遅れようものなら、謝罪と遅れた理由のアナウンスまでしていたんだ。信じられる？そうそう、交通機関の素晴らしさといえば、
このことも付け加えておかないとね。それはほとんどの交通機関で英語の案内があるってことだ。当然だけど、ほとんどの日本人は日本語を話すから、あれは外国人のためにあるんだろうね。まさにおもてなしだね。ちなみにほとんどのフィンランド人は英語を理解できるんだ。だから僕も英語のアナウンスを聞いて、電車が遅れている理由が分かって安心して旅を続けられたよ。日本で何度かタクシーに乗ったことがあるけど、日本のタクシーは他の国とは二味も違うね。まずドライバーがきちんと制服を着ていることから違うんだ。それにシートには白いカバーがかかっていて、リップにでもなったかのような錯覚をしたよ。さらになんとドライバーが運転席から自動でドアの開閉をしてくれるんだよ。目の前で一人でにドアが開いた時の僕の顔は間抜けだったろうね。外国では普通の車に私服のドライバーってところも多いからね。やっぱり日本は礼儀が正しいなって改めて思ったよ。実は何度目の日本旅行だったかは忘れちゃったけど、一度スマートフォンをどこかに置き忘れたことがあったんだ。そりゃあものすごいパニックになったよ。プライベートはもちろん、仕事で使う大事なデータとかもスマートフォンに全部保存されていたんだからね。でも周りの日本人に助けを求めようにも、肝心のスマートフォンがなければ翻訳アプリも使うことができないんだよ。遠い異国の地で言葉も通じない、とても心細かったよ。でも日本人は優しくてフレンドリーなのは知っていたから、勇気を振り絞って近くの日本人に声をかけたんだ。とは言っても日本語は喋れないから英語でだったんだけれどね。もしかしたら英語なら通じるかなって思ったんだけど、その日本人は残念ながら英語がわからないみたいで、逆に困らせてしまったんだ。でもその時の僕はよっぽど焦った顔をしていたんだろうね。心配したその日本人が僕についてくるように身振りで伝えて、交番まで連れて行ってくれたんだ。交番でおまわりさんにも同じように英語で事情を説明したんだけど、やっぱり通じなくて諦めかけたんだけど、その時そのおまわりさんがどこかへ電話をかけ出したんだ。そして少し話してから僕に電話に出るように促してきたんだ。恐る恐る電話に出てみると、なんと流暢に英語が聞こえてきたんだ。わざわざ英語の話せるおまわりさんに電話をかけてくれていたんだよ。他の国じゃここまでやってくれるおまわりさんはそうそういないんじゃないかな。こうして無事にスマートフォンを探しているってことが伝わったんだけど、残念ながらその交番には届いていなかったんだ。僕は今度こそ諦めて帰ろうとしたんだけど、おまわりさんは僕に座るようにジェスチャーで伝えて、今度はパソコンを叩き出したんだ。そのおまわりさんが何をしていたのか、みんなにはわかるかな。なんと警察のネットワークで落とし物の検索をしてくれていたんだ。そしてなんと僕のスマートフォンによく似たものが駅前の交番に届いているってことを教えてくれたんだ。そしてまたわざわざその交番に電話をかけてくれて、それが間違いなく僕のスマートフォンであることまで確認してくれたんだから、僕はもう感動してしまったよ。落とし物が無事に見つかったことだけじゃなく、こんなに親切な警察がこの世にいるのかってことと、落とし物データを集約したネットワークがあることにさ。フィンランドも落とし物が返ってくる確率が比較的高い国だと思うけど、やっぱり日本は別次元だね。これまで日本のいろんな都市を旅行してきたけど、どの都市も素晴らしかったよ。でもやっぱりその中でも特別なのは東京だね。東京には何度か訪れているけど、その度に新しい発見があるんだ。この前初めて東京の通勤電車に乗る機会があったんだ。みんなも聞いたことあるよね。そう、あの有名な日本の通勤電車だよ。新宿っていう日本随一のターミナル駅から乗ったんだけど、まずホームについて驚いたよ。あふれんばかりの人が電車を待っていたんだけど、みんなきちんと並んで待っていたんだよ。しかも横入りする人なんて一人もいなかった。想像がつくかい？何百人っていう人が誰の指示に従うわけでもなく、自主的に並んでいるんだよ。日本人は礼儀正しいって聞いていたけど、あの光景を自分の目で見ると、やっぱり感動したよ。他の多くの国では見られない光景だからね。もちろん日本のいいところは
素晴らしい人たちが住んでいるということだけじゃない。日本には他国にはない独特の歴史と文化が息づいているんだ。みんなは東京タワーって知ってるかい？1958年にできた日本の高度経済成長を象徴する電波塔で、東京のシンボルなんだ。高さは333メートルもあって、当時の世界一の高さの塔だったんだよ。鮮やかな赤色をしていて、まさにシンボルって感じだったよ。初めて間近から見た時はとても感動したよ。でも実はもっと驚くことがあったんだ。それが何かわかるかな？ねえ、みんなは増上寺って知ってる？東京の有名なお寺で、徳川家康とも縁が深いんだ。徳川家康は知っている人も多いんじゃないかな。日本の侍の頂点に立った男だ。そんな歴史上の偉人と関係のあるお寺だから、日本人の間でも人気があって、いつも賑わっているんだ。だから僕も興味があって、ちょっと見てみようかなって思ったんだよ。というのも、この増上寺は東京タワーのすぐ隣にあるんだからね。お寺の境内はとても広くて、荘厳な感じだったよ。まさに伝統って感じでさ。世界に冠たる大都市東京のど真ん中に、こんな厳粛な雰囲気の場所があるなんて、やっぱり日本は特別だなって思いながら、あたりを散策していたんだ。夢中になりすぎて空も暗くなりだしてきたんで、そろそろ帰ろうかなって顔を上げたら、もうびっくりさ。増上寺の荘厳な本殿のバックに、美しくライトアップされた東京タワーがそびえ立っていたんだからね。それは信じられないくらい幻想的な光景で、しばらくその場から動けなかったんだ。まるで異世界の中に迷い込んだんじゃないかって本気で思ったくらいだよ。自分で言うのは恥ずかしいけど、僕の国フィンランドもとても幻想的で美しいんだ。森や湖に囲まれて、空にはオーロラが輝いている。こんな景色が至るところで見られるんだからね。でも東京で見た光景もそれに勝るとも劣らない、いや単なる自然現象じゃなく、伝統と現代のコントラストという意味ではそれ以上かもしれないね。だから僕は本当に東京の街が大好きになってしまったんだ。東京には世界最古の歴史に裏付けられた伝統と、世界の最先端を行く先進性が共存しているんだ。これはもちろん東京だけじゃなく、日本全国で見られることだけどね。なんで日本とフィンランドはこんなにも違うんだろうと思って、日本とフィンランドの歴史的な関係性についていろいろ調べてみたんだ。そうしたらとても興味深いことが分かったよ。日本とフィンランドの間に大きな共通点を見つけたんだ。それがなんだかわかるかな？そう、大国ロシアの存在だよ。日本とフィンランドはユーラシア大陸にまたがるロシアを挟んで東西に位置しているんだ。そして歴史上どちらの国もロシアから圧迫された経験を持つんだ。言ってみれば同じ悩みを抱えていたんだね。でもロシアの国土は信じられないくらい広い。だから日本とフィンランドは隣の隣の国同士ではあったけど、ほとんどお互いのことを知らなかったんだね。そんな状況を劇的に変えたのが日露戦争だよ。1904年に始まった日露戦争は、世界中で圧倒的にロシア有利と思われていたんだけど、結果はもうみんなも知っているよね。あの有名な日本海海戦で、日本の海軍はロシアのバルチック艦隊を打ち破るなど、破竹の勢いで勝利を重ね、最終的に新進気鋭の日本が大勝利を飾ったんだ。当時のフィンランドはロシアの統治下にあって、とても抑圧されていたんだ。だけど、日本のこの大勝利にフィンランド人たちは熱狂し、独立への精神的支柱となるとともに、日本に畏敬の念を抱かせる結果になったんだ。バルチック艦隊を打ち破った東郷平八郎提督はフィンランドでも英雄として称えられ、彼の名にちなんだ東郷ビールなんてものも生まれたんだよ。その後も多くの独立運動家が日本を訪れて多くを学び、日本も兵器などを惜しまずに支援してくれた。こうして日本から送られてきた兵器は
1939年にフィンランドとソ連との間で起こった冬戦争の際にも活躍し、フィンランドの国土と国民を守ってくれたんだ。僕はあまり歴史に詳しくなかったから、その事情は知らなかったから、フィンランドの人たちに親日家が多い理由が実はよくわからなかったんだけど、この事実を知ってやっとその謎が解けたよ。去年の日本旅行では沖縄に初めて行ったんだ。沖縄はまさに別世界だね。日本にある他のどの都市ともまた違った気候や雰囲気なんだ。日本はそんなに大きくはないのに、あんなに多様な環境にあるなんて羨ましいよ。僕の国フィンランドはご存知の通り、森と湖とそして雪の国だ。国土のどこに行っても冬の国なんだよ。クリスマスの時期のフィンランドの日照時間って知ってる？6時間しかないんだ。一方、沖縄はその時期でも10時間以上あるんだって。平均気温も20度を超えてるっていうから驚きしかないね。フィンランド人からしたら、そんなに暑かったら溶けちゃうんじゃないかってくらい環境が違うよ。日本は本当に特殊な国だよ。地方ごとに全く違う顔を持ってるんだからね。僕はできるだけいろんな日本の顔を見てみたいんだ。だから年に1回の旅行じゃ全然時間が足らないと思ったわけ。これが僕が日本に移住しようか真剣に考えている理由だよ。いかがでしたか？エイミリの投稿には海外から様々な反応が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。旅行で行くのとそこに住むのではだいぶ違うからな。その国の嫌なところとかも絶対見えるようになって、最悪幻滅しちゃうかもしれないし、僕も日本は好きだけど、住むとなると難しいところだね。仕事で3年間日本で生活したけど、何より治安が良かったのが印象的だったわ。真夜中に女一人で歩いていても、常に後ろを警戒しながら歩く必要もなかったの。何より日本は食事が美味しいよね。和食に限らず、他国の料理をうまくアレンジして日本風に作り変えているんだ。それがまた新鮮で最高だったよ。フィンランドもとてもいい国だと思うけどね。完璧な教育システムと雄大な自然。子供が生まれたらフィンランドに移住したいと思っているの。フィンランドは寒すぎるよ。それがなければ世界で最高の国になれると思うんだけどね。日本とフィンランドじゃ働き方が違いすぎるから難しいんじゃないかって思ったんだけど、リモートで仕事が変わらず移住できるならいいね。フィンランドの国土は 33.8 万キロ平方メートルで、日本より少し小さい程度ですが、人口は約549万人と東京都の人口の半分以下しかありません。その中で国力を維持・向上させていくためには、国民一人一人がその力を最大限発揮できるような社会環境や効率的なシステムが必要となります。フィンランドでは幼い頃からそういった環境で育つので、男女問わず能力のある人が登用していく文化があるのですね。最近ではフィンランドの首相に若干34歳の女性が就任したことも記憶に新しいですね。このように年齢や性別を問わず活躍できる社会的基盤が確立しています。こうしたフィンランドの考え方からは多くのことを学ぶことができそうですね。